こんにちは、グローバルデッドリンクです。約4ヶ月ぶりの更新となります。諸事情により忙しい日々が続いていたため、なかなか時間が取れず更新が滞っていました。今回はラジコン飛行場を新たに開設する際の手順について説明していきたいと思います。私どものラジコン飛行場は河川敷内の牧草地に囲まれた中にありますが、酪農家の方と話し合い、牧草地の効率的かつ有効利用のため、現在の位置から河口側へ移動することとしました。そこで新たに飛行場の位置を探して設置していかなければなりません。現在の飛行場の位置から河口側へ約700メートルほど下ったところに飛行場を確保できる場所があり、そこを開拓していくことにしました。ラジコン飛行場として河川敷内を使用するため、河川敷内占有許可申請を行う必要があります。ここ有明川河川敷は一級河川であり、国土交通大臣の指定により都道府県知事が管理を法定受託された指定区間なので、占有許可申請を河川管理者の島原振興局に行いました。占有許可を得た飛行場は一般の人の排除ができるなど、安全確保は格段に向上することになります。専用許可を有するラジコン飛行場の拡大は、ラジコンの安全な運用と健全な復旧発展を図るため必要不可欠であります。専用許可の取得に関する留意事項です。専用許可を円滑に取得するには、特に当該飛行場予定地域の住民の理解は非常に重要となります。地域住民から苦情があると自治体の同意は得られず、結果として専用許可の取得は非常に困難となります。地域住民の理解が得られるよう、日常的に安全な運用に心がけることが大切です。地域住民に迷惑や不安を抱かせることのないよう、社会人としてルールやマナーの遵守と規律を守って運用することが肝要です。イノシシが出現する場所だそうで、役所の方からも草刈り作業する際は気をつけるとのことでした。足が生い茂った荒れ地なので、最初に酪農家の方にトラクターで草刈りをお願いいたしました。トラクターでもここまでの作業で約2日間かかりました。飛行場内の草刈りが大まかにできたので、滑走路の打ち決めを行っていきます。風の卓越する方向と上空のマニューバーで安全確保を条件に考慮して位置決めをします。4箇所でクラブ員が手を挙げているところが滑走路の着陸帯の目安です。先ほどの4箇所の目安に草刈り機で滑走路を型取っていきます。クラブ員総出の人海作戦で行います。滑走路をざっくりと型取ったところです。今日の作業は一旦これにて終わりとなります。この後滑走路を整地するために、滑走路の中にある強い草の根を抜き取っていきます。離着陸時のギア、足の保護のためです。河川敷内の土手側もラジコンクラブ員の草刈り環境整備のため違えるほど綺麗になりました。次に新飛行場の区域を有効に利用するため、特定飛行を該当する飛行許可申請を行います。特定飛行に該当する飛行とは、空港との周辺150メートルの上空、人口集中地区の上空、緊急用務区域などの区域を飛行する場合は飛行許可申請が必要となります。また無人航空機の飛行形態についてはリスクの高いものからカテゴリー3、2、1に分離されています。飛行させる区域が長崎空港周辺なので、関西空港事務所と行います。経路を特定する必要がある飛行とはなっていますが、区域を指定して包括申請を行うことができます。
上空 150m 以上の区域申請ですが、空港との周辺となってますので、関西空港事務所と長崎空港事務所両方調整します。2022年6月20日の無人航空機登録制度の施行に伴い、登録番号の機体への表示とともにリモート ID の搭載が義務化されています。しかしながら必要な措置を講じた上で、あらかじめ届けられた区域、特定区域の上空に限り、あらかじめ届けられた機体のみを飛行させる場合にはリモート ID の搭載義務が免除されます。特定区域の届け先は管轄する区域によって届け先が異なります。参考になりましたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価お願いいたします。グローバルネットリンクでした。それではまた。